帰ってまいりました。帰ってまいりました。はい、可愛かったですね、猫。可愛かったね、あいつ。可愛い、ほんとブサイクね。ブサカワやったね。絶妙にブサカワですよ。ブサイクな。さあ、その猫から、はい、守り抜いた魚を見せます。はい、じゃじゃーん。こんな感じ、結構釣ってしまったね。今回これを使って、はい、ホイル焼きをしたいと思うんですが、はい、ただのホイル焼きじゃ面白くないなと思って、はい、まあ、3人いるから3種類なんか、はい、おのおのなんか味付けを考えて作ろうかなと思う。 OK、はい、ちょっと3匹ね、使おうかな、じゃあ、はい、ね、でかいのから3匹いくか。じゃあこれと、これ全部同じ種類、こいつと。わからん。じゃあ下処理お願いします。はいはい、とくちゃんのはちょっと残しとくね。じゃあ OK。オッケーって普通に言ったら壊れた今の。こいつは鱗は取れやすい方なのかな。結構かますって鱗取りやすいやろ。取りやすいですね。まあ見てください、こちらいろいろ機械がありますが、まあこれが誰が何を使うかはチーズ、ね、まあ、一応決まってるんですが、どのように変わるかが楽しみですね。はい、いきます。はい、多分今の時期やけんね、確かにね、この前油乗って美味しかったっちゃうね。美味しかったね。ね、ほらもう分厚い。ね、やっぱお腹に油がつくのかな、お腹周りにね。むっちゃんどうしようか。むっちゃん焼いてみますか ね。うん、むっちゃんは塩焼きとかに、いいんじゃないの、いいんじゃないの。これでかいな、これマジで。これで、あれよね、下処理終わりよね。終わり、鱗取ったよ。あとだ、鱗取って内臓、頭。おい、これあの、バイブレーション投げたら引っかかってきた。ごめん、ゴトゴトって当たるね。むっちゃんも、むっちゃんもしますかね。どうせなら、いいよ。多分俺のホイル焼きが一番うまいと思うな。ね、いやー、いいやろ。決めてもらおうか、じゃあ我らの保水に決めてもらおうか。どれが誰が作ったとか言わんの。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、そうね、はい、使う分のかますはこちらでございます。はい、どうさん残りはね、お姉さんが持って帰ったり、はい、俺が夜食べたり。これは普通の陸奥なんでしょ。うん、黒陸奥じゃなくて、黒陸奥じゃなくて、うん、普通の陸奥。それでは、じゃあ僕からいきますかね。はい、僕が使う食材は、はい、さつまいも、はい、玉ねぎ少し、はい、長ネギ少し、はい、だけ、okay、少しね、はい、主にメインはこちらですね、さつまいも。さつまいもの甘さと油が乗ったカマスがいい感じになるんじゃないかと。にゃるぽ。そこに少しのバターを加えます。なかなかお魚ってほらこういうホイル焼きってどっちかっていうとじゃがいもを使うじゃん、はい、うん、でもそこをあえてさつまいもにするという。なるほど、なるほど。てか風が冷たかったー。今日冷たかった。えらい寒かったですね。あの猫も寒いとやろうな。可愛かったね。できることなら、あのほんとね、あのお家みたいなの置いてね、ね、行きたかったけど、なかなかゴミを捨てるようになっちゃうからね。うん、さあ、芋。はい、芋はね、このくらいコロコロ状に、サイコロ状に、コロコロサイコロ状にしようかな。えい、オッケー、こんなもんかな。芋完了。はい、芋完了。少しの玉ねぎ、これはね、どっちかというと焦げ防止みたいな感じ、下に引くような感じに、はい、に使う。まあこんなもんです。はい、でこちら、で次長ネギ、はい、はい、で次長ネギですね。はい、こんくらい使います。はい、オッケー、僕の食材完了。はい、はい、最初玉ねぎ引きます。はい、そしてカマス乗せます。はい、端っこに長ネギをいきます。ほい、そして芋、今回の芋、ほい、バラ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 、もうそうじゃね、うまそう、おいしそう、バラバラ。で、ここで塩コショウ、はい、そして最後バター、ほい、バターをブリ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 、はい、ほい、オッケー、完成。はい、キムのがこちら。はい、こちら。はい、じゃあ次は胸押しの分ですかね。はい、おい、はい、玉ねぎ使います。はい、邪魔しない程度に薄く。次に僕が使いますのは、はい、こちらじゃがいも。じゃがいもです。
さんが聞く散歩少し気持ち薄めに切ります、はい、ではまず、はい、玉ねぎ玉ねぎ、ああ僕は それは僕の真似ですねああなあそうなっちゃうね、そうなっちゃうね、はい、真似ですね。で次のじゃがいももまあ芋系統で俺の真似ですねそうね、そうなっちゃうね。でかまそうくに関してはもう真似というより一緒やけど真似ってやつやねで次じゃがいもです。あ、はい、引くわけですね。引くわけですね。なるほどなるほどね。次にかます。そうっすね。こいで味付けは、味付けはちょっとね、はい、まず塩コショウ。あー真似ですね。塩コショウ振りますね。完全に真似ですね。こちらも振っておきましょうかね。はい、あ俺裏表してもらったな。そこがちょっと範囲かもしれない、はい、裏表しとらんやつだ。こちらあコンソメ、はい、魚の味消すやつだ。あぶね、おいの考えとね、かぶっとくかなって思ってたらかぶってられた。味はほぼほぼじゃあ宗男君とキムとは似とるとか。似てません、全然似てませんやたら校舎がうるせえな。似てません校舎じゃないな、仙台か、仙台でもコンソメは俺入れてませんからね。逆にコンソメが邪魔する可能性もあります。あーなるほど。じゃあまあ一理あるね。で次に、はい、チーズでございます。うわー、はい、それうまそうやな、はい、今回のチーズがゴーダーですーコンソメチーズバター、はい、塩コショウ、もう味がブレブレですね。これが美味しくなるはずでございます。おー、いくねー。いきますよ、これで包み込むんです。もはやチーズの味しかせんじゃないマヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズ、よくばるねー。これも十分油になりますからね。これおいおい、宗男さんにしてはすごい濃い味付けですね。うん、珍しい。はい、完成。はい、完成でーす。じゃあ宗男氏のターンはこちら。はい、じゃあ次徳島氏のターンやね。オッケー、じゃあカーティー。まあね、僕は和食をちょっとね、うん、話してるんです。和食、巷じゃね、道端八三郎って呼ばれるね。道場六三郎さんじゃなかったですよ、道場八三郎はい、徳島市ナンバー使うと、はい、まずホイールを出します。もう先にホイール引くタイプね。はい、あ、そっちタイプね、そしてはい、結構長めもうまま、ね、まだですよ、うん、ま、学んだ後で、みんなね、一本で行きたがりすぎやもんね。ここでカットします。その理由はボケすぎるからほい、こちら大根おろし。はい、でね、大根があったらね、大根おろしを使いたかったんですが、大根おろし、人参さん、はい、人参さんを取り出してまいりました。取らすと人参さん、人参と、玉ねぎをすりおろそうかなと、うん、玉ねぎをすりおろす、うん、みぞれホイル焼きチックな、わかるかい。なるほど。人参はこんぐらいって言ったでしょう。人参は人参だけね、味の、ね、そうね。まあ、皆さんね、僕のが多分一番美味しいので、よーく僕のを見ていてくださいね。今日は料理ができると決まるのをお見せしますので。料理は冒険やけんね。そうね、爆発力やね。でもこいつも、うん、まあ、本来は僕って思うんですけど、皮ごと刻んでいきます。せからし。はい、とっちゃん。こんな感じで剥きます。すり玉ねぎ、すり玉、あー目がやばね、やばかねで、まあすりましたけど今回これ使いませんあ、たまに特徴めんどくさかよ迷う、ね、そしてほらこんな感じになってますね。混ぜるの、それ混ぜる、混ぜる、混ぜる、こいつに味をつけていくわけですね。なるほど。で、トンとホイール長すぎんそんな長いのにあ、これシートコンだった。あ、結局それ使うんだ。これ使いますほんのちょっとパパッと、ここは食感のやつ。そこはみんな一緒ですね。ここはみんな一緒です。はい、ネギを、あ、ネギも使うんですね。マネですね。マネじゃないよ、トンガラスープ。トンガラスープ、はい、ありがとうございます。あ、こっちじゃなかった。あ、まあいいや、こっちでもパーッと、パーッと、おう、本だし、おう、本だし。で、お次こちらやってくださいね。まずお醤油。確かにそれは美味しそうだ。生姜、生姜、はい、ほんのちょっと
味の決め手、ちょいちょい味ぽん。味ぽん、はは、まあ、味付けはそれだけと。これだけですね。なるほど。で、ちょっとこれだけやったら薄かかもしれんですけど、お醤油を足せばその人好みの味にできるんじゃねえかなと。ニイタケ、ニイタケ、ニイタケ忘れとったです。2人ともよう入れるね、具材を。じゃあ結構いったね。じゃあ一箇所に落ちた感じ。じゃあこれ徳ちゃん、うまそう。やろう。うまそう、うまそう、うまそう。確かに和風、和風だね。でしょ。うん。で最後に道端式、あ、まあ、ネギね。刻みネギをこの真ん中だけに取った。あー、なるほど。これが和の心得であります。手からしかって言うの。よし、完成。完成。はい、じゃあ焼いていきましょうかね。焼きましょうか。はい、 OK、 じゃあこれで焼いていきましょう。はい、はい、いってらっしゃい。バイバイ。はい、さよなら。焼けたよ。ピーってなったね。むっちゃんも焼けてるんじゃない。じゃん。うわー、むっちゃうまそう。うまそう。なんか膨らんだ。え、これがうまそう。あ、いい香り。皮が美味しいね。これどんな感じだと思う。あ、いけそうな気はする。いけそう、いけそうな気はする。じゃあ食べますかね。はい、食べていきましょう。食べましょう。はい、完成しました。はい。うん、誰かの近くにあるものっては限らないからですね。今バラバラに置いてますから。とにかく食って、どれが美味しいかと誰が作ったのかを言えばいいわけね。はい、はい、はい。まあ、まずこちらがムツの塩焼き。ムツ釣れたの。ムツ釣れました、パチンコゴムで。あと3種類の。そう、どれから開けましょうか。どれから開けましょうか。はい、俺、これがキムと思うけん、これ開けて。その心はでかい。いろいろ入れたてやろなと思って。え、焼けてないよ。焼けてないよ。焼けてない、焼けてないよ。ちょっとこちら、はいはい、再加熱、再加熱してきます。再加熱してきます。こっちも開けていいですか。もしかしたら再加熱がいるかもしれんけん、開けるよ。はい。いやー、これ再加熱だと思う。再加熱だね。再加熱です。はい、再加熱後でございますね。よし、もう一回開けます。はい、はい、ほら、わからんことだったでしょ、どれがどれ。これが君の。だって、大きいけん、どうせいっぱい入れてる。開けていってよかですか。もう、美味しそうだと思うものから。美味しそうなのはこれ。おで、これ包み方が丁寧だから、胸を組んだと思う。どうぞ。てへー。まあ、わからん。わからんね。うわ、これめっちゃうまそうやん。あ、これ、徳ちゃんや。なんでわかったの。あ、違う、言うてへん。だってこれ、これ徳ちゃんこの間からよう作るよ。そんなことは。お醤油かけたがいいと。お醤油どこんですか。じゃあちょっとかけて。あ、わざと宗男くんに聞いて俺じゃないみたいな。じゃあ味でちゃんと判断するね、こういう変なのを考えるんで。いただき、うん、はい、これいきます。うん、お、シャキって言ったよ。うん、うん、うまい。これはね、どうやって食べたらいい。キム、醤油。もしかしたらよ。もしかしたら。みんなが引っ掛けようとするけど、ところどころボロが出てくる。これ宗男さんあれですよね、このさつまいもの甘さと宗男くんが好きだっけ。そうそう、カワスのを一緒に食べてほしいんだって言ってた宗男さん。もうさ、俺も味で判断したいよ、さつまいもの。さつまいもの甘さ、これ、この2つでいい。そうそうそう、これネギでね、臭みを一応取ってるんですよ。そう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 、いただきます。うん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 、うまっ。醤油つけていい。こうなってきたな。なんでさ、これちょいちょい質問したらキムが答えるといいっすよとか。あ、これもついただいていい。はい、ありがとう。いただきます。じゃ僕も、じゃ僕も。あ、うまっ。おっと、徳ちゃんのに手が伸びた。2回目、いい。もうじゃあ誰が作ったかを当てます。はい、はい、まずこちら、はい、キムです。正解。だってちょいちょい質問したら答えるもん。あと器がでかいっていうところ。なるほどね。だから器の時点で大体俺はキム、うん、徳ちゃん宗男君と思ったけど、だからこれがちょっと悩むのが、うん、このみぞれよく最近徳ちゃんが作ってるんだけど、これはなんか引っ掛けの気がするんだよね。で、このやっぱ丁寧に包んであるっていうのからやっぱ宗男君っぽい、はい、でも徳ちゃんも意外にこういうとこ丁寧なんだよね。で、これオーソドックスすぎて誰でも作れそうな感じっていうのをあえて宗男くんがしてる気がするんだ。で、こだわって宗男くんですよみたいにこう散らしたいのかなとかいろいろ考えた結果、わかりません。
いや、言うてない。おい、バカか。はい、これが僕は宗男くんだと思います。正解。これ徳ちゃん。はい、正解。すげえね。もう一番最初の時点で俺当てたんだよ。バレるんだね。もう中見てないのに分かっちゃった。ごめんみんな。じゃあ続いて味ですね。3位、はい、ダラララララレ、トクちゃん。あれ、あ、意外に。あ、ちょっとね、酸っぱすぎたこの薬味が。重たいですね。重たいやろ。えぐかったね。ね、えぐかった。ちょっとえぐみがやっぱあるから、すいません、3位にさせていただきました。2位の発表です。はい。で、キム。おーん。いや、この発想はようございました。美味しいです、甘みがあって。ただ、キムには珍しく、塩コショウの量とか、なんか味付けがないよね。してない。やろ、魚本来の味と。どうぞ、バターと。塩コショウだけ。そうやろ、うん、なんかね、味、魚本来の味とさつまいも本来の味とネギ本来の味がそのまんま来る。本来、本来、本来、ま、そうそう、混ざんなくて、はい、ということで、1位はムツの塩焼きです。おーい。行きなし。いや、これが一番美味しかった。チーズはやっぱうまい。チーズはちょっとずるいよね。ずるい。これ多分誰が、これにチーズ入ってたらこれが1位だよ。ということで、はい、はい、釣ったかますで、はい、ホイル焼き選手権、はい、優勝者宗男さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。